運んできましたストークです。遊戯王デュエルモンスター2。闇界決闘機、ダークデュエルストーリーズ。続きからやっていきましょう。ではですね、前回城之内を倒したので、次行きましょう。なんかいろいろな。いろいろな。とりあえずこいつかな。死者の腹話術師なんちゅうからなんちゅうかって死者の腹話術師さあどのぐらい強くなっていくんでしょうか。怖いわ。ストーンドラゴン、これでとりあえずミッドナイトデーモン、うわマジか、600まで上がる、いきなり。ハリケーンで攻撃しとけばよかったんだね。なんで私ストーンドラゴンで攻撃したんだろう。だいぶ強くなったじゃん。おさえが出てきた。オッケーオッケー。闇の神、おお攻撃900台になっとる。900台はきつい。900台きついっていうのもまたおかしい話だけど、なかなかきついぞ。そもそものね、火力が低いからね。だって平均、なんてもまだまだ300ぐらいだよ。500か。あ、突破できるかな、コピックスで。うわ、マグネッツ2号、1000か。やば。やばい、めっちゃ強いなっとるじゃん。強すぎでしょ。でてて。900ぐらいのカードもらえるんだよね。1100ぐらいのもらえるんだよね。うわ、ハードアーマー。あ、土魔族だけいけなんか。あ、いったー。やばー。ストーンドラゴン出てなかったら勝てんかったんじゃない。仮面魔導士。やったね。これ、入るか。あ、入るやろか。とりあえず弱いカードを転がしいいかな。あれ今どこにあったっけ。なんかそんな番号古くなかったよね、確か。古くというか、あ、グレムに入れれるかい。そりゃあダメか。暗黒ドラゴンは、あ、入れるじゃん、暗黒ドラゴン。やったね。バッといらんな。仮面魔導士90何もだったっけ。あれ仮面魔導士どこだったっけ。仮面魔導士、仮面魔導士、仮面魔導士、あれどこだ。あったあった。あれこんなに先だった。あ、抗議してくるんだろうな。抗議してくるよね。ですよね。メタモルポット効果がついたらめちゃめちゃ強いけど、効果なかったらただのツボです。あ、アンデッドウォリアやったね。効果がないお前はただのツボさ。
あ、融合できんよな。これいけるかな。超微妙。うわ、いけんかった。え、しかも何これ。弱点属性、あ、違うか。もうちょっとレベル上げろってことよね。うわ、やられる。ホワイトシーフ1000。あ、そうか。やば。え、マジやばいじゃん。え、どうしよう。なんか出てこんねや、勝てんと。やばい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 。ちょっとかなり不利になってきた。え、これ負ける？まさか初めての敗北？融合できんよな。うわー、やばい。ホワイトシーフやばい。これはレベル上げかな、もしかして。700が突破できんってきついな。700が、てか1000も突破できんけど、マジかな。ダメだ。マジで突破できんのだけど、まあ、そう簡単にやられやせんけど、悪魔族じゃけ速攻でやられるか。人電着、攻撃力を買っとけ。拡散でもいいんやで。じわじわ削られていく。いや、なんか逆転勝ちしたよね。暗黒の魔竜か。人食い植物、ランクが上がっとる。ランクが上がっとる。400だったのが800ぐらいになっとるわ。なんか融合できんか。あ、いやいやいや、融合召喚。あ、これガチで負けた感じ。やばい、これ負けたんじゃない。人電着、私ホワイトシーフおったよね。いや、次でなんかワンチャン来てくれるとか。魔族関係でやられるのがあるけな、なかなかきついよな。人食い植物、終わりか。あ、まだありますか。もう終わりか。終わりか。あと600。これ鉄壁ないよね。アニメとかだったら鉄壁に入るんだけど。鉄壁入ったか。入ってない。潔く負けを認めようじゃないか。クックック、その体を人形に変えて一生可愛がってやる。あ、マジか。強いな。今レベルな、26か。いや、強いっすね。これはレベル上げがいるわ。どうしよっかな。いや、まあいいか。とりあえず今回はここまでさせていただきます。ゲーム実況はストーク運んできました。バイバイ。フォークスザレボリューション、この通り動画、チャンネル登録、チャンネル登録、チャンネル登録。